事実です。鹿屋市にある住宅型有料老人ホーム、風の舞です。先月から今月にかけて、入居していた高齢者合わせて9人が死亡。施設では、それより前の8月から9月までの間に、8人の介護職員が退職していました。こちらは、残りの依頼と取ったんです。会見を開いた施設を運営するグループの医師と施設長。死亡したのは85歳から97歳の女性6人で、老衰や腎不全などが原因だったと判断しました。また、介護職員が退職したのは待遇への不満などが原因だったと説明しました。現在は施設長やパートで働く職員が介護の業務を担っているということです。その上で、医師と看護師がいるので、医療面で影響はなかったと考えていると話しました。排泄介護だとか、そういうものはもちろん人があった方がいいんですが、だからそういう面では、まあ、弱かったんだろうと思いますね。だけど医療面に関しては、こんだけあれば文句やれる筋じゃないと思いますよ。風の前には現在31人が、これ100円で食った。施設側は今日新宿から歩いて帰った。今日は新宿から歩いて帰った。歩いて帰ったんで。うん。何キロ歩いたの？ちょっと5キロしかないよ。2キロ？5キロ。5キロ。5、6キロやん。明治通り歩いて帰った。法律の厳格な基準はありませんが。1時間ちょいで帰れる。明治通りやったらずっと明治通りを歩けばいいんやろ。うん。今月16日に立ち入り検査を行って運営に問題がなかったか。早稲田を通るけどね、思い出る。来年10月に消費税率の 10% への引き上げが予定されていますが、特に住宅など価格が高いものは増税前に買った方がいいのではと考える人もいるのではないでしょうか。こうした駆け込み需要とその後の落ち込みが予想される。行動なんとかっていう。税制調査会は来年度の税制改正で議論を。とかね、なんか見れずがましく言ったりした。Thank you.
にできた。調子を上げています。豊山との一番です。押し上げる青山、引き起こしていきます。忍ぶ豊山、決めました。青山も引き寄せ、叩き込み、青山9勝目。強烈な突き押しの碧山、相手を冷静に見ていました。碧山は9連勝、稽古を休まずした結果ですと話していました。中入り後の勝敗です。隆の勝は負け越し、沖の海は勝ち越し。これちょっと返しに大野勝が敗れ、大栄翔は2敗を守りました。大関豪栄道は勝ち越し、2敗を守った大関高安の一番です。あーどうも、これすごい脂があるな。あーどうもどうも、なんか野菜みたいなのないですか。別にネギっぽいです。野菜のなんかおかず。大リーグでも投打の二刀流で活躍し、新人王に輝いたエンゼルスの大谷翔平選手が今日帰国しました。アメリカンリーグの新人王に輝いたエンゼルスの大谷選手。
生目の日本選手で最多の20本右っぱい食べた方がなお。キャベツある。キャベツはあんまりなくていいのないよ。しなくてシーズン終了後には右肘の靭帯を修復する手術を受けましたが、関係者によりますと日常生活では支障がないまでになり、リハビリと並行して下半身などのトレーニングにも取り組んでいると思います。大谷選手は明日都内で記者会見を行う予定です。今日はご覧のような感じでお伝えしています。次のニュースです。芸能界のおしどり夫婦として知られ今年続けて亡くなった曽我雅彦さんと浅岡裕二さんの合同葬お別れ会が開かれました。浅岡さんが亡くなられてついに後を追うようにしていただいた。ご飯しようか。ご飯いらんね。ご飯はいいです。いいです。今ちょっと痩せるから感じて感動しております。もっともっと竹山さんの写真が見たかった。長い間お友達でいてくれて本当にありがとう。うん、元気だ。これ触ってダメじゃない。やっぱりそんなところに置いておこうじゃない。カリフォルニア州の複数の場所で発生した大規模な山火事。南部ではほぼ収まったものの、北部では今なお消火活動が続いています。北部の噴火について地元の消防と警察は20日、新たに2人が遺体で見つかったと発表し、州全体の死者は84人になりました。北部では今も大勢の住民と連絡が取れず、多くの人たちが避難生活を続けています。こうした中、北部ではこの後大雨が降ると予想されていて、火の勢いが弱まることが期待される一方で、地元の気象当局は土砂災害や